なんか荒くね、対空どうなんですかね。良くなったのか変わんないのかな。処理落ちしてますね、完全に。ハイパーチメボットダイモンが始まった。消化試合や。もう2試合かけるの方が安定してたっぽいな。確かにね。そうしたらよかった。リコイはやっぱちょっと、チップ数使うかもしれないですね。はい。というわけで、次が、そうですね、ソニック打ってるっていう。ソニックをね、打つ方向を決めるね、チップ数使い、あ、始まっちゃった。あ、マジで。この2回では、スピードモーバイル、アジトじゃないか、ロケットか。ミサイルあんま意味なかったですね。あとね、ペラペラ装備なんでね、カノン当たったら終わるよ。あとこの嫌いは、嫌いはまだ使ってないかな。使ってないですね。持ってないですね。近づいたら撃つのかな。嫌い撃たないで。あ、撃っていいな。このカノンがそんなに弾数持ってないから、あ、使ってない。あ、でもソニックで消してますね、嫌い。一応消しますよ。見たら消しで。そうそう、見たら消す。あ、これは嫌いはあんまり使えないっぽいですね。ソニックの数的に考えて。そうそうですね。カノンとビームの対決になるけど、稲川さんのこのアラスネ、あんまカノン弾数がないから、どうだろう。あと、あれ、なんか落ちた。え、ほんと？あ、普通にカノン食らったっぽいですね。あ、こうか。うわ、ニナガーさんのマシン全然食らってないじゃん。いて。普通に避けきれてない感が。あ、エネルギーを持つな、これ。だから弾かもあとあんまないですね。あー、いやー、あ、残り、あ、もう、あ、ギリだ。あと6、8、3、8かカノンなかったんですけど、何終わってしまいました。もうちょっと粘れば、まあ時間もうなかったですけどね。大至急、え、あれ弾は急速移動ですかね。指名3回避が、そうですね、急速移動。そんでもやっぱエネルギー問題はね、もういかなかったんですよね。はい、終わりました。レンズ戻ってきました。あ、はいはい。やっぱ昨今エネルギー問題深刻ですからね。深刻ですね。こんなところにまでエネルギー問題の余波があって、ちょっとカウントダウン来たら教えてください。多分遅れてるんで。はい、はいはい。5、4、3、2、1、0と。アンジさん、アビスパとスクリーンさん、スタート。ダークコフィンの2回でソニックで消し切れるかどうかかな。はいはいはい、はい。でも多分、ソニックじゃね、ミサイルで3機全部落とさないと、ビームで殺されてしまうと思うんですよね。そうですね。大丈夫かな。あれ、いいわ、ね、弾が出ます。ちゃうか、僕はビーム、あ、一人死んで。あ、一人死にましたね。だけどビームが全然避け切れてないですね、これ。そうですね。ドキドキ食らって、今、修復で粘ってるけど、これ。修復が切れたらもうすぐ死にそう。あー、ミサイルきつい、きつい。ほらほらほら。あ、ほんとだ。あ、なにこれ。もうダメだ。なかったのか、ソニックが。見てなかった。いや、こうなるんです。こうな、え、ちょっと待って。ちょっと待って、こうなるんですとか言われたら、次の戦いでこうなんなかったとき、なんなかったダークコフィンを作った人の立場がないと思うんです。立場がないっていうね。その場合はどうしてくれるのかっていう。まあ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 。まあまあまあ、まあ。大丈夫です。はい。いやー、なかなかですね。俺の冷却2本ちゃんと機能するのかな。どう、あれ、優勝コフィン来ましたよ、これ。ですよね。はい。これは同じ展開にならないとおかしいという、全く同じ展開になるはずなんだけど、そうですね。あ、始まりました。忘れてました。俺も忘れてました。なんかよくわからんけどビームがたまに当たんないから。ビームがたまに当たってますね。たまに当たってる、本当に。ドフバルはもう1台半分ぐらいですからね。なんかビームが当たるのかな、これ。
これミサイルは消してますね。そうですね。っていうかこれ大丈夫か。あ、でもね、ソニックがもうなくなりますね。やっぱ足りないです。ダークフィンガーも、ビームも食らいまくってますね。あ、でも、ちょっと待ってこれ。ソニックなくても、普通にかわしてるような。ソニックなくてもかわしてますね。あー、そうか。ソニックなくても行ってます。これワイバーンですか？ワイバーンですね。あ、ワイバーンは当たらなさそうです。あ、でも、あ、倒しきった。あ、いったいった。そうですね、あの2番と3番にワイバーン持ってて、2番は1発ずつ打って3番になると2発ずつ打つんで、多分6発同時攻撃だと当たるかも、3発だとかわされたりっていう。はい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 。一応なんかギリギリ面目が保たれました。これ保たれましたね。これはということは結構アビスパー負けてますね。そうですね、ダークフィン、ダークフィンに負けになってしまったっていうのが、はい。お、これはネームで対決ですね。ネームでじゃねえか。5、4、3、2、1。じゃあ皆川さん、荒らすね。そうですね。おうおうおお。嫌いはカノンじゃねえ、ソニックで消せるんで。そうですね。やっぱり上に張り付いたアビスパは勝ちそうな。なんかソニックもうほとんど使っちゃいましたよ。あ、本当だ。結構バンバンに。嫌いの方出してますね。多分悪いですね。カノン当たるのかな。こう真上はきついんじゃないですか。なんか飛んできてる。ですね。もう完全に1対1が3組になってるんで。そうですね。これはきついですね。当たんないですね。エネルギーも問題ないか、むしろ皆川さんの方が早く終わるか。いや、やっぱこれソニックで嫌いも消せるのが大変なことになります。そうですね、うん、やっぱ無理だしね、この36で当たるかどうかでつくみたいなのは。そうですね、この真上張り付きは軽くなら嫌いで防げるんだけどっていう。あー、これはきついですね、ちょっと。もう無理ゲー始まってますね。熱がもうちょっと、冷却2本使い終わって。終わりましたね。ちょっともう熱上がりすぎて、弾打てない状態です。弾打てない状態です。ちょっとかわいそうで見てられないっていう。ソニックが全部で12あって、これ以上気合も増やせないし、これきついですね。これはきついですね。コミックでミサイル対策にもなるから、ラスからあと1台で、おお、虫焼きだ。エネルギー切れたのかな。終わりました。終わりましたね。次がダークコフィン対決ですね。直接対決ですか。直接対決が、あれこれどうなんだろう。小チップだとどうしてもソニック無駄打ちしちゃうね。まあそうですね。これ接近戦になると多分スクリーンさんのビームが火を吹くんで、はい、そこにならなければまだ。そうですね、勝機がなきにしもあらず。なきにしもあらず。さあ、これ、ウィスキーフ対。まだ始まりませんか？あ、まだ、あ、5、4、3、2、1。はい。はい。あ、どうでしょう。これ、最初は、あ、当たってますよ。あ、あっちは、ECM がないのか。そうですね、ガードだから、被弾は取れるんですよね。あ、ここは一方的ですね、序盤は。あ、なんかこれ近づいてきてないか。強いか分かったよね。あー、分からんな。あ、あー、1台倒れましたね。あ、ここはあの、Y バーンという選択が効いてますね。あ、これで誘導棒が切れるか？ミサイルか？あー、
ミサイルまだあるから。おお、まさかの、まさかのって言ったら失礼だけど。こっちのダークコフィンの、もう誘導妨害もなかったから、はいはい。もうちょっと、粘れれば、残りミサイルだいぶあったんで、はいはいはい、逆の結果にもなったんですけど、本当実はこれギリギリの、ギリギリの決着でしたね、体力差。何、謙遜してるんですか。本当、本当ですよ。だってまだ、何発もあったんで。まあそうですね。結構、2個持っててもなくなっちゃうもんですよ。あとあれ、固まってたからね、自分、ね、自分3人固まったんで、同時に、無駄打ちしてましたね、オプションに。うん。さあ。スクリーンさん、ダークコフィン、富永さん、アラクネかな。そうですね。そうね、スクリーンさんはあれだね、あの、ミサイルガードで、最初から全部ガードでっていう戦法だったんで、はい。まぁ、あ、ちょっと受けきれ、あ、大丈夫だったかな、今。あれ大変、これちょっとどうだろう、これはどうなってんだ、あ、これクイーンサンダーコフィンの方が勝つと思うけど、俺の予想ではそうです、誘導妨害が切れて、アラクネは1体だけの半分、ミサイルを早くしてるので、ブラマサが確実に全部当たってますね。終わりました、処理。あー、でもその後どうなんだろう。ミサイルが終わった後どうなんだろう。そうですね。全部殺しきれないですよね、3機は。多分、アラクネの方はオプションはまだ結構あるから。あー、でも3体だけだと思うか、うん、ちょっと難しいですね。弾も足りないかも。あ、まだ335あって、あ、倒しきるな、あ、倒しきりますね、これは。あ、死んだ、あ、ほんとだ、ミサイルだけで終わりましたね。はい、終わりました。いやー、ミサイル終わった後の展開どうかと思ったら、ミサイルだけで終わりましたね。そうですね。あれ、もしかして次最後かな、次最後じゃないですか。はい、ラスカルアルファ、あ、ちゃうわ、え、優勝候補と富永さんだ、富永さんか、はいはい、じゃあカウントダウンお願いします。